メルセデスは、ダブル15内のルイス・ハミルトンの写真を公開し、2024年シーズンの最新チャレンジャーについての興奮を煽った。しかし、写真は、イギリスのスターの周りの車をピクセル化し、ディテールはぼかされているため、具体的なデザインの詳細はわからない。ハミルトンは、コックピット内で、最新のメルセデスのデザインを感じる、忙しい様子がうかがえたが、投稿された画像は、編集が施されており、詳細はほとんど見えない。 彼が新しい車に座っている場面では投稿は F1W1514.02.24 と書かれた2本のティッカーラインとともに車の発表日が2月24日であることを示唆しているチームはこの投稿にここには何も見られないというキャプションを添えファンにはまだ少し待つ必要があることを伝えているしかしこの公開は7回の世界チャンピオンであるハミルトンがファクトリーに戻り 新しいシーズンに向けて準備を進めていることを示唆しており、ファンにとっては期待感を高める瞬間となっている。コメント、思わせぶりな写真です。開幕が近いことを実感します。